中で止まるとなかなか動き始めることができません。そこで考えられたのが、別の平坦な線に一度バックしてから勢いをつけて登るスイッチバックという方法です。まもなく列車は上り列車が加速をつけるために作られた引き止まりの線路に入ります。またまもなく進行方向左側の下の方にはきれいな滝をご覧いただけます。